1年生が暴れてるのをやめさせろ。ああ、そしたら文化祭で焼きそばパン屋を出してもいいってよ。体育祭ボイコット事件の渋谷圭吾、期末テスト集団カンニング事件の深澤紗恵子、最後の浅野蓮は他校生と乱闘騒ぎを起こしてる。そんな悪い子には見えないけど。ああ、もともとこいつらは人気者で一目置かれる存在だったらしい。そんな子たちが急に事件を起こすなんて。ああ、そこで上がってくるのが滝川ノア、次の魔女だ。え、しかも猿島とは逆のキスした相手の過去を見る能力ってことも判明してる。ちょっと、いつになく順調じゃない。大方この滝川って女が過去の弱みでも握って悪事を働かせてるんだろうよ。でも山崎会長はどうしてそんなことまで知っているのかしら。ああ、何を今さら。お前ら、魔女は学校内で継承されているのよ。会長が把握していても不思議じゃないわ。ノートの下巻もこの間まで会長が管理していたはずだしな。この間まで。クラブハウスの倉庫だ。生徒会が荷物を処分した時もうノートはなくなってたらしい。それも滝川ノアの仕業という話よ。そいつはいろいろ好都合じゃねえか。今から滝川ノアを締めに行くぜ。なぜそうなる。生徒会からの依頼をクリアして焼きそばパン屋の出店許可をゲット、ついでにノートの下巻も手に入れようってわけか。おいや、また考えなしにキスするつもり。いいや、上級生の恐ろしさを見せつけてやるんだよ。この番組は講談社 A スケッチとご覧のスポンサーの提供でお送りします。2年生が一体何のようですか。こいつ嫌われ者の山田だろ。お前らには用はねえ。後ろででけえ面してるそこの女だ。ノアのことですか。ちょっと面貸せよ。それで山田先輩でしたっけ。ノアに何のようですか。しらばっくれても無駄だ。一年が起こした事件の話全部耳に入ってんだよ。困ったな。どうしてノアが疑われてるんだろう。やったのはあの3人なのに。ノアは止めたんですよ。なのに言うこと聞いてくれなくて。こいつあくまで白切り通すつもりか。なら力ずくで。ところで先輩、質問があるんですけど。年下の女の子ってどう思います。え、実はノア年上の人に興味あるんですよね。いや別に年下は嫌じゃねえけど。あ、もしかして先輩ノアのこと好きになっちゃいました。なんだこの女。まさか俺に興味あんのか。待てよ、だとしたら滝川だったら俺とキスしろよ。こいつの能力をコピーして逆に俺が弱みを握っちまえば。何それ、キモいんだけど。え、っていうかちょっとからかっただけなのに本気にすんなし。マジで超うぜ。え、で逆に締められて帰ってきたのかよ。なかなか手強い魔女のようね。こいつは滝川に操られている3人を説得した方が早そうだな。確かに。山田君はどうするの。あの女、次こそ絶対キスしてやる。ちょっといい加減にしてくれ。何を。あの子で待ち伏せしてキスしようなんてマジでキモいんだけど。二度とノアの前に現れないで。うるせえ、そう簡単に引き下がってたまるか。こうなりゃ仕方ねえ。おい滝川、提案があるんだ。俺を仲間に入れてくれねえ。
またなんか楽しそうなこと企んでんだろ。俺も仲間に入れてもらいてんだ。はあ？何言ってんの。そうやってノアに近づこうったって無駄なんですけど。っていうかうざきもいんですけど。ああそうかい。けど俺には全部お見通しなんだぜ。お前が魔女の能力を使えるってことも含めてな。あいにく俺は超常現象研究部なんでね、その手の話には詳しいのさ。仲間にしておいて損はねえと思う。やだな、それを早く言ってくださいよ先輩。おい、何なんだよ。おい、何を。もしかして先輩、他の魔女のことも知ってるんですか。あ、知ってるんだ。いや、ちょっと待て。望み通り仲間にしてあげますよ。その代わり魔女のこと教えてくださいね。なんだこいつ、なんかおかしい。やっぱやめとくわ。仲間になるってのはなしにしてくれ。ごめんな。ふん。その様子だと全滅だったようね。ああ、サッカー部の渋谷は個人的な理由でボイコットしたの一点張りだ。おまけに滝川とは単に仲のいい友達だとよ。一緒か。深沢さんの方もね。きっと滝川ノアが魔女の力で口止めしてるんだわ。で、お前の方はどうなんだ。リベンジできたのか。いや、失敗に終わった。キモいまんまか。うるせえ。とにかく今日はもう解散しましょう。あ、そうだな。あのさ、3人にやってほしいことがあるんだけど。ああ、俺が魔女のことを口にした途端に目の色変えやがったんだよ。だとすると奴の目的は。いた。お前ら大変だ。急いで部室に来い。なんだよこれ。一体誰がこんなことを。やられた。ノートの上巻がないぞ。何？本当か？うわ、マジか。誰だよ持ってったのは。これありがとう。だけど本当に良かったのかな。何言ってるの。これは全てあなたたちのためなんだよ。そうだけど。何も退学までさせなくてもよ。そもそも俺たち魔女なんかになれるもんなのか。大丈夫よ、だって。山崎てめえ何隠してやがる。あの女の本当の目的は言え。さもねえとこの件からは手を引かせてもらう。分かった、全て話そう。1年 C 組滝川ノア、彼女の目的はただ一つ、この学校から他の魔女たちを消すことなんだ。魔女？消す？山田君、君は魔女が学校内で継承されていることは知っているね。それに君はもう一つ気づいているはずだよ。もう一つ？魔女の能力は悩みやトラブルを抱えた生徒が手に入れているということに。ああ、なんとなくだ。滝川ノアはまず過去を見る能力で生徒の弱みを握り、トラブルを起こさせる。そして悩みを抱えた彼らを次の魔女として能力を継承させようと企んでいる。なんだと。彼女の手元には脳と上下巻が揃っている。だったら次はいよいよ。白石たちが5名と。よし、片付いた。無
ですか、お前ら。びっくりさせないでよ山田。次のターゲットは私たち魔女ですって。そうなんだ、あの女今度は魔女たちを学校から消そうとしてるぞ。消すってどうやって？言葉通りの意味じゃないだろ、例えば退学とか。やだよ、うららちゃんが退学なんて。ずーあのクソメガネ、なんで最初から教えてくれねえんだ。つーかいろいろ知りすぎだろ。この学校の生徒会長になるってのはそういうことなのさ。で俺たちはどうする？どうもこうもうららちゃんや小田切さん、それに大塚さんや猿島さんまで狙われるかもしれないんでしょ。証券部の活動自体控えた方が。いや、滝川に見つかるのは時間の問題だ。だったらこっちから仕掛けていくんだよ。ダメよ、危険な目に遭うのは魔女なのよ。私は平気よ。え？だって危ないのは山田くんだって同じだし、それに私なんだかワクワクしているの。え？そうと決まるわ。早速だが名案が浮かんだ。失礼します。あなたは確か。お話があってきました。どうぞ。私もあなたに話があるから座って。いいえ、座る必要はないんです。お前ら。山田と白石がすでに入れ替わっていたなんて。白石さんと入れ替わって事件でも起こせば退学させられると考えたようだが。残念だったな、俺たちの方が一枚上手だったってわけだ。こうなった以上もう滝川の言いなりになっていても仕方ないだろ。何のことだ。ノアは俺たちの友達だ、言いなりになんか。その友達がお前らに部室を荒らさせたり白石を襲わせたりすんのか。滝川さんは悪くないわ。拉致が開かないな、嫌な手だが、こいつらを人質に滝川を説得するしかなさそうだ。だったら俺に名案がある。ノアに何か用ですか先輩たち。もうバレてんぞ。何か目やった。お前らの入れ替わりが下手くそすぎんだよ。ちゃんとやれよ。おめえに言われたかね。とにかく見ての通りだ滝川、あいつらは条件部を確保してる。もう魔女を退学に追い込むなんてやめろ。いや、何そんな説得に応じると思ってんの。あなたバカでしょ。だとでも交換条件なら乗ってあげる。ノートの上巻は返すわ、その代わり3人を返して。あの3人はノアの大切な友達なの。交換条件お断りだね。どうだろう、結婚もあげる。これなら文句を。断る。なんで。目的はノートでしょ。ノートを渡せば。言ったはずだ、魔女を退学に追い込むのにやめろ。俺たちの要求はそれだけだ。いや、何？それが飲めないから交換条件出してんじゃん。超うざいんだけど。てめえ。マジキモい。ああそうかい、なら交渉決裂だ。くそ、どいつ。で帰ってきたんだ。え、あ、まあ。何考えてんのよ！元の取り戻せたんだぞ！くだらないくらいなの！
目的は滝川の足を止めることだろ。でも意外だったわ。この三人はてっきり滝川さんに操られていたと思ってた。それがノートと引き換えにするくらい大切に思われていたなんて。だったら虜の能力でこっちの味方にしちまうか。やめて。それだけはやめて、お願い。でもお前らが手を引かねえ限りこうするほかねえしな。わかったわ。もう魔女のことは諦めます。深沢、お前、私たちを返してくれたら滝川さんを説得してみせます。滝川さんを一人にしたくないの。あなたたちは本当にこれでいいの？いいんです。一人より四人でいた方がいいもの。それならいいけど。引きましょう。おい、ノア。一つ聞きてえことがある。何？告白ならお断りだけど。なわけあるか！あら、何ですか？まさかとは思うが、魔女の力を使って学校を支配するつもりだった。なんて言わねえよ。そうね。まあそんなところかな。はあ？残念、あと少しだったのに。だとしたらお前ら本当にくだらねえな。そんな、あんな事件を起こして嫌われてまですることか？だってそうだろ。魔女の力なんてなくたってあいつらはもともとに。ふざけないで！あの三人が本当に好きで事件を起こしたと思う？あんたの能力ならもうわかってるのよ。ノアの力を持っていけばいいわ。これが真実よ。まだ気づかないふりしてる。少しは慌てろよ。じゃあさ、このまま帰っちゃおうか。なんだ今の胸クソ悪い夢は。よくもあんなもん見せてくれやがったな。これでわかりましたね、ノアの言ってた真実の意味。ああ、最初は単純にお前の過去だと思った。でもそうじゃねえ。俺が見たのは思い出したくもねえような辛い過去。つまりお前の能力はトラウマになった出来事を夢で見る能力だったんだよ。あなた、ここで何しているの？倉庫に閉じ込められたまま見回りの先生が来るまで何時間も過ごすなんて、とてもじゃねえが俺には耐えられねえ。ええ、そういうこと。でもね、あの三人なんてもっとひどい。本当は事件なんて起こしてないんだよ。濡れ衣着せられてこんなことになってるんだから。そうか、そうだったんだな。ちょっと聞いてる？でもよ、もうあんなの気にすんなって。漏らしちまったもんは仕方ねえだろ。あんな時間まで耐えた方だと思うぜ、俺だったら。バカじゃないの？あんた、わざわざそんなことノアに報告しに来たの？やっぱ最低ね。いや、まあ、ノアたちはもうこれからは4人で過ごしていくことにしたんで、二度と邪魔しないでください。まあ、くそ。なんでそうなるんだよ。そんなこと言いに来たわけねえだろ。お前を助けてやるって言ったんだよ。あの三人を助けてやりたくて仕方ねえんだろ！だったら、初めからそう言ってくださいよ。うるせえ。お前こそ最初からこうしたくて。あの三人とキスしてから、ノアはずっと三人を助ける方法を探してた。なのに、何も。
できなかった。だからお願い、山田、助けて。お前はあの三人をどうしてやりたいんだよ。そんなの決まってますよ。元の居場所に戻してあげたいんです。元の居場所？ノアは三人が魔女の力を手に入れればまた学校の中心に戻れると思ったんです。でも先輩たちに計画を止められてやっと気づくことができました。あの三人は元々人気者なんだから、ノアのそばにいなければいつでも元の居場所に戻れたはずなのにって。お前はそれでいいのかよ。ノアには魔女の力がありますからね。先輩、サージョン、てめえらどういうつもりだ。うっせえ。誰も俺たちの言うことなんて信じちゃいねえんだよ。何もやってねえのに学校中から問題児扱いされてんだ。止めて、ケイゴ、レイを止めてよ。もういいんだよ。俺たちはもう4人で学校生活送るしかねえんだよ。さっきまで何にも知らなかった奴が偉そうにしてきたね。俺を偉そうにさせてんのはな、てめえらの方だろうが。お前らがそんなだから、そんな風にうじうじしてっからノアは苦しんでんじゃねえのかよ。なこと言われなくても分かってるよ。だけどどうしていいか分からねえんだよ。君に染まるキャンディー。そんなもん俺だって分かんねえよ。でもとりあえずよ、ノアが笑ってくれるようなことをすりゃいいんじゃねえか。無事に模擬店の許可も下りたし、あの1年3人組も誤解を解いて回ると決めたらしい。そいつは何よりだけどよ。どういうことなのこれは。まあおい、ベッタリくっつくんじゃねえ。だって私先輩のこと好きになっちゃいました。バカ何言って。じゃあ先輩一緒に帰りましょう。いやちょっと待て。おい、まったく部室を何だと思ってんのよ。し、山田のくせに。まったくよ。滝川さんの能力には別の力があるのかもしれないわね。ん？だって心の一番弱い部分に触れるってことでしょ。触れる方も触れられた方も互いに感情移入して心を許し合える、そんな能力でもあるんだわ。二人はきっとどこか似た者同士なのかもしれないわね。今日のデートはまず午前中にショップ回るでしょ。映画見てカフェでランチして。おいノア、次回山田くんと7人の魔女、必ず未来を変えて。まず今日の予定を変えてくれ。この番組は講談社Aスケッチとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。